横須賀軍港での豊橋豊橋は日本海軍の水雷母艦。1906年4月4日に唐崎に次いで第二潜水艇隊の母艦となった。日清戦争当時、商船の不足を補うために日本政府は海外から十数隻の艦船を日本優先名義で購入、輸送任務などに着かせた。本艦もそのうちの一艦で元は ロンドングラス号造船会社で1888年12月に浸水1889年に竣航した A、ジェンキンス社所有フリントシア2879トンである。日清戦争中は陸軍に徴用された。戦争終了後に多くの船はそのまま民間に払い下げられたが、海軍では水雷母艦が絶望され、 本艦は1897年12月に所属を日本海軍に遺憾、艦名を、豊橋丸から、豊橋とした。翌1898年3月には水雷母艦に類別された。わずか3000トン足らずの小型艦だったが、台湾や中国本土沿岸で活動した。日露戦争に10時の後1912年8月28日、二等海防艦となる。 1914年4月1日に除籍、官名は豊橋丸に戻り同年8月16日に雑役戦となるが、翌1915年7月12日に売却され、海運級再開の練習戦となった。改装され白い戦隊となった豊橋丸は日本各地を回ったという。1922年4月22日に座礁、不要の後修理されたが、 老齢のため11月に売却された。その後も商船や北洋漁業の蟹高船,船として昭和10年代まで活躍したという、日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく。ありがとうございます。